はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。アクトレイザールネッサンス、前回の続きフィルモア編、もう第4回ですね、やっていきたいと思います。で、ここね、この下にミノタウロスの巣が、できましたので、ちょっとここを降り立つはこっちか。これなんで3分の2なの？これ3分の2っていうのが分かんないな。まあいいや、行きましょう。レベルは2で、魔法は炎の魔法を手に入れた。フィルモアアクト2、大事なことを伝えに参りました。人間たちの信仰が高まったこと、新たな能力が解放された。魔力結晶による力の解放、この能力によりより強大な力を手にすることができる。できるって何？ちょっと調べよう。敵を倒したとき、パワーアップの源になる魔力結晶がドロップするようになった。魔力結晶を獲得すると魔力結晶ゲージが増加、一定数貯めることで能力が5段階パップする。パップが1段階目攻撃力、2段階目魔法、3段階目攻撃、4段階目攻撃、5段階目攻撃魔法100、死亡時に1回だけ回復。それはすごい。え、どうやって使うの？敵を倒したときにドロップするって、そういうことか。これも魔力結晶、結構割とドロップ率高いな。魔法発動、長押しで魔法選択、魔法はマジックパワーを、マジックパワー最大値はスクロールを獲得することで増加します。あ、そうなんだ。100はデフォルトなんだ。痛い、こいつ厄介だな。消えよ。ヒットポイントプラス50で、こっちは行き止まりだね。これなんか意味ある？ジャンプ、ひどい。タイミングを合わせてきた。やるじゃないか。攻撃力プラス20、勝手に発動するんだ。え、それって永続なの？ゲージがどんどん減っていくとか、そういうのはありえる。マジックがプラス20じゃなくて攻撃力20%って結構すごいよね、効果としては。それがさらに 50%、100% って。なるべく敵を倒していきたいね、そうすると。え、どこへ来てるこれ。マジックパワープラス20、魔法も打ってみる。ファイヤー、はい。めちゃくちゃ落とされたんだけど。20使うのか、ファイヤーは。魔法攻撃も 20%。 ここもなんか次っぽくね。お、神殿の中に入った。普通に防御っていうのはしゃがまないといけないからな、とっさにまだできない、慣れない。痛い、結構食らうな。ヒットポイントを回復しないと。ここはもう下、痛い、隙が出て。攻撃力プラス 50%。 ん、あっちへ行くべきか。どうだ、行こう。マジックパワー回避、ヒットポイント回復が良かったな。結構広いは広いね。え、こっち行けるし、左ちょっと覗きたいは覗きたい。ちょっと邪魔だ。これなんか下も行けそうだけどね。ヒットポイント回復、リンゴでもいいからくれ、リンゴ。よし、114。これ下行けない、行けなさそうだな。じゃあおとなしくこっちへ行こう。お、待って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 、おお、強い強い、でかい魔力石だった。
と魔法とかうまく使った方が、あ、これ回復できるんだよね、100。ありがたい。ようやく1個目の中間ポイントか。これこのまま、いいね。痛い、ひどい。魔法攻撃力プラス50、これはマジックパワープラス20。この遠距離攻撃は結構厄介。しかもなんか、え、待って、変なうんこみたいな。え、待って、うんこあれじゃん、壊せねえし。こっち行って昇竜拳、お、金。ちょっと待って、あ、乗れるんだあいつのところ。何手に入れた今。無駄、おー、行って、やべ、すげえダメージ力半端ない。いや、一応ちょうどさ、新規解放にはなったけど、回復してくれ、死んでしまう。ボス、ミノタウロス。なるほど、これを投げてくるのね。わかりました。獣王ミノタウロス、ちょっと一回様子を見よう、どういう攻撃をしてくるか。魔法は超強いんだけど、てか俺の攻撃もマジで強いそのままへばってろミナタウルスよ。あ、待って、なんか怒ってるけど、無駄だ、俺のゴリ押しパターンには勝てるはずもないだろう。石となれ、道中の方が全然きつかった。ミノタロスの呪いはかき消えた、神の勝利をたたえましょう。やってくれたな神様、俺の生きたあの時から随分と時が流れてしまったが、やっとこの地に平和が訪れた。俺はこの地にとどまり、フィルモアの民と共に尊い人の営みについて守り抜く。同時に俺は神を助けるべき英雄、神がお前を必要とするときは必ず来る。英雄の証、王の宝玉を捧げなさい。その輝きはお前と神を結ぶ。王を従えし神、俺の持つ宝玉を捧げよう。フィロトスの部はいつでも神と共にある。誓いクリア、王の宝玉。めっちゃ経験値上がった。フィルモアの地位を脅かす脅威は消え去った。他の地にもフィルモアのような安らぎを与えてください。神の手助けは必要ない、新たな地へ向かいましょう。おお、なんかめっちゃ称えてる神を。でも一応町は発展するは発展するのかな、これ引き継がれるのかな、資材250あるけど。いや、でも資材フィルモアのレベルが3ってことだから引き継がれなさそうだな。他の地へ行きましょう。とりあえずワールドマップか。フィルモア、光が差し込んでいる。これだってさ、どこでも降り立つことできんの？アイトスとか。レベルが7になっていないと危険です。はい、すいません、そういうことね。ここの魔物を倒せば地上で人間が生活を始める。準備はいいですか？アクト1。はい。あ、多分あれだ。巻物の数が3つあるよってこと。多分。では新たな地、ブラッドプール。進んでいこう。ゴブリンみたいなやつがいるな。
攻撃力は 20%。 これ吊り橋黒いやつが落ちそうだね。無駄だ、痛い。ブーメランやるな。ポイントは200。あれ200ってさあ、222。そっか、ダメージ食らったからか。あれどこ行けばいいんだ。こっちとか落とされた。魔法も今のとこファイヤーしかないからね。え、こっちだったっぽくね。ジャンプ、ああれも敵か。全然見えなかった。これはなんか落ちそうで怖い。あの木もらって、あの下の木のやつ取ってえな。こっちからいける。え、待って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 、マックスマジックパワー。てか落ちて死ぬことはないんだ。でここで回復したい。リンゴ、神はリンゴが好きなのか。攻撃力50。え、待って待って待って、なるべくマックスには持ってきたよね。ボス戦がめちゃ楽になるから。こっちか。お、またいる。こいつノックバックするね、攻撃すると。なるべく敵に攻撃をさせないようにしたいけど。魔法攻撃50。え、これこっちでいいの？なんかめっちゃ下から行ってんだけど。沈んでいった木が。あんまり敵とか倒してないとさ。魔法石はたまんないからね。これでいいや、当たらない。いた。25とか。防御力がないからさ、ないっていうか、その多分概念がないから食らうとすげえダメージになるんだよね。あともうちょっとでたまりそうだけど、どうだろう。回復、よし、完璧だ。痛い。なんか今上もあったよね。あとは突き進もう。あ、もうボス。待って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 。え、どういうこと。魔獣くれない。マンティコア動き回るやつが若干厄介なんだよな。これ下にどうやって降りるの。ちょっと面倒な戦いになりそうだ。あれ今どこに当たった。おら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 、いや、ゴリ押す。ここはゴリ押す。これファイヤーでなんとかなる。ファイヤー強い。ファイヤー中ってしかも無敵？栄翔中。魔法が強すぎるんだけど。なんか栄翔が長いからさ、微妙かなって思ったけど、栄翔中無敵っぽい。さあ、新しい地ブラッドプール、人が生まれた。ブラッドプールもようやく人間の住める土地になった。油断は禁物。人間というのはとにかく弱い生き物。地上にはびこる魔物から人々の生活を守ってあげる。おお、人が違う。女の子かわいい。ブラッドプールには沼地が多く
非常に家を建てづらい。太陽の光で干上がらせてくれませんか。なるほどね。沼地だらけでジメジメしている。開拓が進まない。奇跡の力で何とかしよう。太陽か。 SP は40あるね。もう一気に行こう、一気に。なるべく全部入れたい。干上がれ。じゃ、魔物が出てきた。我らの小さな悩みを打ち明けます。テディという息子がいる。働ける年齢、まあ、遊び回ってると。こいつか、イケメンだな。まあ、あの二人から生まれた子供だからね、それはイケメンだよ。毒の沼地なんだ。あ、怪しい。魔物から逃げてきた。出会い。より多くの人口が必要。お、魔法使いがいる。え、今回こいつがあれ？待って、 SP よこせ。これ多分サンダーでやんないとダメだよね。なのでまずはここちょっとこれ変なやつがいる。なんだこいつは。橋作れんの？フラットプール。民族レベル1だし。とりあえず SP 貯めて、こっちの左の方の木をなんとか。いって、サンダーで落とそう。サンダーでこれでこう。人口が増えないと魔物の巣がどうにもならないからな。このなんか変なやつ、どこへ飛んでくった魔物って。で、一応サンダーが1回使えるから、このサンダーやって、魔物の巣の前あたりまではちょっと進んでいこう。はい、頑張ってくれ。この穴は何だ。フィルモアへは通じてないのか。ちょっと待って、危ない。柵、あ、いっぱいいる。ちょ、ある程度さ追尾するけど、待ってやられしまった。すまん、俺が不甲斐ないばっかりに。なかなか難しいんだよ当てんの。身寄りのない一人の少女を連れ帰った。ダニエラ、ひどく怯えた様子で物静か。彼女が町に滞在することを許した。少しは気持ちが休まるといい。我々はこれより魔物の巣の調査に向かう。外から来た少女。橋の技術書がある。よし、行こう。封印を頼む。発言機。もうパパパッと行く、パパパッと。ブラッドプール魔物です。あ、ここも一応あれが出るんだ。体力を犠牲にして。痛い。攻撃力20。なるべく攻撃力上げたいからな。50にはしたいけど、まあ、それまでにはたまんなそうだな。ちょっと長いんだけど、長いっていうかいっぱいある。魔法攻撃力20。ファイヤー、いや、もうファイヤーが一番安全だわ。とりあえずもう2回打とう。はい、終わり。強いすぎる。ヌルゲーだな、魔法使うと。魔法のバランスがおかしい。
魔物の巣を封印した。抗う力を手に入れた。取り手か。4。魔物の巣が封じられた。ダニエラ、気分はどうだい？私をここから追い出さないでください。町のためにできることがなら協力する。追い出したりはしない。心の安らぎが必要。随分怯えた様子。私の名前を呼ぶのは誰？僕の声が聞こえた。仕方がない、ちょっと行って話しかけてやる。恐れることはありません。神のお使い、お前の味方、天使。特別に姿を現してやった。ありがたがるように。ありがとうございます。この近くには他に人の住む場所はないはずですが、お前一体どっから来た？失礼します。僕に話もできない。外から来た商品、橋の技術書。50くらいじゃもう大して上がんねえな。素晴らしい技術が生まれた。早い。橋の技術、未開の地に渡れるようになった。SP がないんですよ。だから ここら辺をちょっと、ちょ待って待って待って、あ、いた。こいつマジなかなかめんどくさい。でサンダーを、あ、ちょ間違えた間違えた、サンダーにセットしてレベル2にして、この木を焼き尽くす。でここら辺をちょっと開拓していきつつ、で下は干上がらせないとダメか。あんまり接近しすぎるとさ弓が当たんないんだよね。ブラッドプール、運河からの襲撃さ、ちょっと待って、守りの薄い運河から狙ったように魔物が襲いかかってくる。なるほど、わかりました。やってあげましょう。運河からってことはこっち？こいつがさ、なかなか早いよね。資材がねえよ。資材が30しかない。もう少し時間が必要だ。時間と土地が必要だ。基本的にもう上からはなんか魔物の巣がないから、下から来るやつらを気をつけてればいい。こいつ厄介すぎる。この2つか。15。太陽いくつ使ったっけ。来てないよな。資材回収しに行かないと。あ、来た。こいつ結構早い、動きが。お前もいたか。さて太陽20使うのか、レベル2が、まあ、まず端っこから行こう。はい、あ、そうだ、これ別に魔物の巣じゃないんだ。そういえば回収回収。待って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 、当たらん。ってことはどこに置けばいいんだ。砦、ここと、置けるのはこことここ。いいよ、住居破壊して。町の防衛の方が重要だ。なんかさ、最初の状態が結構良くない？これダニエラ、ここはダニエラか。でもダニエラ魔法使いっぽいよね。早く大元を立ってしまいたい。当たんね。10。ちょ待って、この辺りがいいの？中距離だなこいつは。マジで太陽は12必要か。ここで一応干上がったところは全部 OK。 あ、そっか、文化レベルが1だから多分1しかまだできないんだ。
砦の強化はできないよね。弓はいけんのかな。こいつ、さて銃になったから雷でちょっとここら辺を焼き尽くすか。でまたちょっとあれ、これこっち行ける？え、どういうこと？どう進んでった？なんかもう行き尽くしたっけ。ほら至近距離から3本やれば倒せるかもしれん一発で。ちょっとどんどん導いていこう。ダニエラ熱心だね。神へ祈っているのか。ほんの少し魔法が使える。危険が迫っていないか調べていた。魔法の力すごいじゃないか。この気配は魔物の群れがこの町にやってくる。みんなに知らせなくては。魔法が使えるのはとても心強い。あまり役には立てないと思う。強力な魔法の力は人の世界から失われた。あのダニエラって人間は一体何者なんだ。魔法、あれこれなんで左に印がついてるのとついてないのがあんだ。よくわかんねえ。いけるっしょ。経験の書だけ使っとこう。ヒロトス、ちょっと足でレベルが上がんねえんだけど。ヒロト使ったとこいっぱいある。こいつレベル上がったけど、なんかあれかな、どっかでまた再登場するのかな。ちょっともうちょっとやっておこう。なんかぐちゃぐちゃになっちゃった。魔物の巣に近くにやるなってちょっと一番嫌だよね。家は建てたくない。脅威が半端ないからな。なんか橋だらけだな。効率がいいとはとても思えない。僕だって、これこっち行けるよね。ちなみにこれさ、こっからこっち行ける。あ、行けるわ。こいつ魔物の巣の隣でさ、洗濯物干してんだけど。で弓兵が意外に役立つから、弓の砦で資材50。え、なんか微妙なところにしか建てらんねえんだけど。まあいいや、ここ、ここ、いやこっちだな。どっちからでも対応できるように。で、ここはここでいいや。じゃあもう資材がねえや、回収しねえと。ちなみにこれ、ここってさ、どうなってる？橋作れる。作った。橋だらけだな。柵、道がマジどうなってんだか全然わかんないんだけど。じゃあ行きますか戦闘に。弓が1個しかないけど、まあ大丈夫っしょ。宝玉を手に入れたことで栄養を召喚することができる。お、マジで。別の地域にも召喚することができる。おお、いいね。召喚ゲージがいっぱいになると召喚することができる。魔物を倒したときに上昇する。ゲージを貯めていきましょうということね。敵がどこから来てる？あ、左にもあるな。待って、柵。アースクエイク一回唱えて、でその後あれを回収しに行く。これ
ちゃんとね効率よくやっていこう。てか来てんな、神殿の方にめちゃくちゃ来てんな。え、下からさ敵来なくね？上からしか来ないんだけど。この砦はちょっとどうしたものか。ダニエルちゃんがやられてしまうっていうか神殿がやられてしまう。消えよ。この砦とか。よし、召喚の時だ。戦闘不能、召喚ゲージ。あ、戦闘不能になっちゃうとあれなのか。ヒロトス、ここどうだ。イエーイみたいなことやってるけどそんなことやってる暇ねえだろ。ヒロトスの力思い知れ。杖マジでて、ヒットビート256だからね。うちのダニエルとは大違いなんだけど。下から来てんな。下からのやつらはなんとかなるかな。マジックパワー、ハースクエイカー、あれが足んねん。ちょっと待って、ヒロトスこっちに行かせるか。待って、ピロトスここだな。やばいやばいやばい、砦の耐久度が、砦っていうか、ここは大丈夫なはず。てかマジックパワー回復できないと本当になんかきついんだけど。もう一個やっぱり弓矢の砦をやっておくべきだった。でピロトスここだな。いけいけいけ。よし、これが最後の胸か。うおー、来てる来てる来てる。マジックパワー、マジックパワー、回復回復で行こう。ここにアースクエイク、消えろ。すげえ、いやあいつマジ強いんだけど。よし、ちょっと危なかったけどこれで安泰だな。もう撃退成功。街を襲いにやってきた魔物たちを無事に撃退したダニエラという娘はすごい。襲来の位置を正確に示しただけでなく、魔法の力で魔物ども次々と倒していった。過去について多くを語ろうとしません。そのような力がなぜ使えるのか。ここから西にある城の地下で長年隠れて暮らしてきた。あ、そうなんだ。そんな城は誰も見たことがない。恐ろしいとも感じている。ダニエラの城、より多くの人口が必要。そうだね。というところで、新しい地ブラッドプールですね、次からはここを発展させていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。